こんにちは。シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は Amazon の販売登録で小口と大口出品はどちらがおすすめか、その明確な違いをお話ししたいと思います。Amazon で大口販売をするシュアーズ佐野です。これから Amazon で転売を始めようと、販売者登録をしたいと考えるときに真っ先に悩むであろう壁が、それが大口出品にすべきか、小口出品にすべきかです。Amazon 転売で今後稼いでいく予定なら、やっぱり大口出品の方がいいかな。でも最初はそんなに販売数多くないし、何より大口は登録料が高いし、最初は小口出品の方がいいのでは？悩みますよね。そこで今回は、Amazon の販売登録は大口と小口のどちらがいいのか、明確な違いなどをご紹介したいと思います。Amazon 販売登録で大口と小口の比較一覧表。まずは基本的な部分は以下の早見表を見るようにしてくださいね。次に、出品できるカテゴリーの違いや比較をしたい場合は、ぜひ以下をご覧ください。少し画像が小さくて見にくいと思いますので、Amazon の公式サイトをご覧ください。Amazon 販売で小口と大口の決定的な違いとは？手数料や月額料金の違い。Amazon の小口と大口の大きな違いの一つと言えるのが、手数料や月額料金の違いです。まず、大口出品での登録にすると、月々4900円かかります。この金額は、Amazon で商品が販売されようが、されまいが、大口出品として登録している間は確実に差し引かれる金額です。一方で、小口出品の方は月額登録料が無料になります。ただし、月額登録料こそ無料になりますが、小口出品の場合は基本成約料というものがあり、商品が1つ売れるごとに手数料が100円かかってしまいます。つまり、販売手数料のことを考慮すると、最低でも50商品売れなければ元が取れなくなってしまうということになります。Amazon の小口販売は出品できないカテゴリーがある。あなたが Amazon で販売をする際に、小口は大口と違い、出品することのできないカテゴリーがあります。そのカテゴリーは以下の通りです。ヘルスビューティー、コスメ、アパレル、シューズ、バッグ、ジュエリー、ペット用品、食品、飲料品、時計。これらのカテゴリーは大口出品の場合、申請を出して許可をもらうことができれば出品できますが、小口出品の場合は申請そのものができず、取扱い不可のカテゴリーなので覚えておくことをお勧めしておきます。Amazon で新規出品ができるのは大口出品だけか？もし、あなたが自分だけの新規商品を Amazon で販売したいとお考えの場合、Amazon の小口出品の場合は、Amazon にない商品は販売することができません。ですので、例えば中国輸入転売などで中国から安く仕入れることができた商品や独自商品を Amazon で販売したい場合、Amazon に商品カタログがなければ、新規に登録することができないのです。Amazon に商品登録がないものは、小口販売では当然自作のオリジナル商品も販売はできないので、こちらも覚えておくことをお勧めいたします。ショッピングカートを取ることの意味は分かっていますか？カートは丸々販売だけの権利。あなたが Amazon 転売で稼ぐために必要なこと、それはカートを取るなのですが、
この言葉聞いたことありますか？カートを取るとは、購入者が商品を検索したときにトップページに表示されることを言います。例えばこんな風に、こちらのトップページにあなたのお店が掲載される可能性が高まるわけです。可能性が高いと言ったのは、Amazon では同じ商品を出品しているたくさんのお店の中から、一つのお店だけを商品のトップページに表示するからです。このトップページに表示される状態のことをカートを取ると言い、以前は小口出品でもカートを取ることができましたが、現在はカートを取るには大口出品でなければできません。また、ショッピングカートを取るには FBA と呼ばれる Amazon が包装、配送などを代行してくれるサービスがあり、この FBA を利用していた方が、自己発送出品者よりもカートを取れる率が格段に上がります。そして FBA を利用するには、大口出品での登録でなければなりませんので、ここも小口出品と大口出品の大きな違いになってきます。配送や支払い方法など、お客様へのサービスが充実するのは大口販売です。あなたがお客さんの立場なら、配送方法や支払い方法を選べた方が嬉しくないですか？Amazon の大口販売の場合、配送日時とか料金などの設定を自由に行うことができます。また、支払い方法も小口の場合と違い、大口出品なら、あなたの大切なお客様がエディ払いや代金引き換えやコンビニ決済などを選べるようになります。小口の場合は、クレジットカードと Amazon のギフト券と Amazon ショッピングカードのみですので、この部分でも違いが出てくるのです。小口販売はビジネスレポートが見れない。あなたが Amazon の販売者として活動するなら、ビジネスレポートが見れないことは死活問題かもしれません。あなたが Amazon 転売ビジネスを行うなら、PDCA サイクルを見直す大切な資料になります。PDCA とは、プラン、実行、確認、行動の頭文字を取った言葉で、転売ビジネスでも大切な考え方でしょう。Amazon 転売に限らず、ほとんどのビジネスは計画通りに進むことは確かにありませんが、計画をすることで考えられるリスクを洗い出し、ミスや損失があれば修正を加えることが可能です。ですので、PDCA を考えながら行っていく上で、ビジネスレポートがないのはデメリットです。ちなみに、Amazon のビジネスレポートはとても充実しているという利点があり、商品ごとの売上数、アクセス数、訪問者の購入数などがすべて見やすい表にまとめてデータとしてチェックすることができます。しかし、このデータを見れるのは大口出品者のみです。大口であれば、PDCA 理論に基づいて Amazon 転売ビジネスが透明化されるし、マーケティングの分析もしやすくなりますね。本日は以上です。また、さらに詳しい情報を、シュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。次回は、結局 Amazon で販売する場合、小口と大口、どちらがおすすめなのかのお話をしたいと思います。今日はご視聴していただきありがとうございました。